昨日長老が言った。文字が発明され、本が文化と権威の象徴だった遠い遠い昔、声を出して笑うことは悪徳とされ、関する書物や芸術が全て焼き払われた奇妙な時代があったそうだ。聞いた時はバッカじゃねえのって思ったけど、I believe I can see the future, 'cause I repeat the same routine. I think I used to have